はい、ということで、悲しみにあふれるというところでございますけども、なんと、阿部詩選手がですね、2回戦敗退ということで、連覇の期待がかかっていたわけでございますけども、その重圧もね、まあ、多少あったのかなとは思いますけども、相手が世界ランキング1位ということで、まあ、無念の敗退ということになってしまいました。まあ、正直ね、その瞬間というのはね、見届けることはちょっとできなかったんですけども、仕事中だったんでね、同じ仕事仲間が、なんか負けたっていう話を聞いて、帰ってくるまではちょっと信じられなくて、自分で確認するまではね、まだちょっと胸に秘めておいたんですけども、まあ、帰ってきてから現実を変えることはできずと。いうことでしたけども、まあ、世界ランキング1位の相手ということで、まあ、これはね、まあ世界は広いなというふうに。